なチャンネル。ボンのこう裾がこう細くなってるやつみたいなね。そんなんが、そう、地元のなんか一個なんかヤンキーの人が買いに行くみたいな、ヤンキーことね、なんつうだろう、この昔のハマちゃんが着てたみたいな、このスカジャンみたいなのがちょっとなんかすごい柄の悪そうな服ばっかり売ってるようなとこね、あの犬の怒ってるマークのやつみたいなね、そういうとこでこうなんかズボン、セーフがすぼまってるとか、女子のも売ってたよな、確か刺繍が入ってたりとか、こうスカート長いやつとかね、スケバーみたいな、今はだから多分ね、もうね潰れてないんですよね、でそれでお前ダメじゃねえかみたいなね、そう怒られるみたいなのありますよね。俺はね買ったことないんですけど、なんかね何だったっけな、借金の方にそのズボンもらったりとかした気がするな、なんか知んないけど、なんかね借金の方っていうか、なんかね俺が廃品回収で拾ったエロ本を何冊か持ってたんですよ。エロ本拾ったやつあって、で友達に貸してたんですよ、それをね。そしたらそいつが親にバレて没収されて捨てられちゃったみたいなね、すいませんでしたっつって、このズボン、こう先輩からもらってる、譲り受けてる、この大事なズボンなんです、これをあげますので何卒許してくださいっつって、いらねえよっつって言ってたんですけど、だったら俺毎週発売されるジャンプが欲しいわみたいな言ってたんですけど、いやもうほんとそれごめんなさい、これでみたいな、ほんと大事してねえだろそれみたいなやつ、なんでかっていうと、これで履いてくるとすげえ怒られるんですよ、お前これみたいな、なんだこのズボンはみたいな、そうバレるとね、生活指導の先生みたいな人に、履いてる時点で下手するともう没収、そういう厳しい時代です、頭にこの何ピッチリこの何つうんだろ う, こうワックスみたいなのつけていったりすると、もう頭を水道で洗われるっていうね、手洗い石鹸でガシガシガシっていうね、そういう時代ですから、それで怖えから履けねえっつって、普段遊びに行ったりするときにそういうの履いて出かけたりすると、怖え人が何高校生とかの怖そうな高校生の人に、が寄ってきて、何ぞお前ふざけてんのみたいな、なめてんだろみたいな言われて、なんかお金を取られるかもしれないみたいなことがあって、このそのズボンで履きたくても履けないんですよ結局、本当に喧嘩とか得意だったらまだいいんですけど、柔道部とかね、まあ偏見ですけど、もう腕に自信がある人ならそういうの履いて、うるせえなこの野郎みたいなね、でいいんですけど、まあ、俺とかみたいにそんなことはしない、もう、だからそれをもらって、あそうだろうと思って、でまあ俺もちょっと履いたりとか、ちょっとなら履いてみようかなっつって、履いたりもしたんですけど、やっぱでもそう別にそういう気もないから、履いてんのもすっかり忘れちゃうんですよね。そうだから普通のズボン履いてても全然変わりがないから、面白くないなと思って、そのズボンどうしたのかな、多分俺のところに来たやつは後輩にあげるとかも特にあげる、そう、そんなに仲良くしてる後輩がいなかったからな、まだな、フリーマーケットで売っちゃったかもしれないそう、そっせよせよな、この動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねしてくれたら僕は幸せだな。可能なチャンネル